はい、調味料の話とかお食事の話をちょっとしましたが、この塩だけちょっと補足説明として、させていただこうかなと思ってます。塩は裏だけ見てもですね、わかんないです。何がわかんないかっていうと、本当にいいお塩なのかそうではないお塩なのかっていうのがわかんないんですね。塩にはいいお塩とそうじゃないお塩っていうのがあって、いいものを取っていけば血圧が急に高くなることもなければ、血液がドロドロになったりだとか、いろんな病気を起こしたりっていうこともなくなっていきます。いいお塩を取ることが大事なので、塩を全部悪者にしているこの文化こそが僕は間違ってるなと思ってます。塩はすごくですね、殺菌効果もあったり、食べ物を柔らかくしてくれたりだとか、すごくいろんな働きを持ってるんですけど、なんか塩っていうだけでですね、敬遠されて減塩だ減塩だって言ってるのはね、僕は狂ってると思ってるんですね。で、じゃあいい塩ってどんな塩なのかっていうと、いろんなミネラルが入ってるものです。ミネラル、塩っていうのは大体多くのものはナトリウムって言われるミネラルがほとんどが占めていますが、ナトリウムばっかり入っているものはそんなものを取りすぎてしまうとどうしても血圧は上がってきてしまいます。血圧っていうのはナトリウムとカリウムって言われるもののバランスで、起こってきますので、ナトリウムが多すぎると、でカリウムが少なくなると血圧って高くなっちゃったりとか病気になりやすかったりしますので、ナトリウムだけじゃなくてカリウムとかマグネシウムとか、そういった他のミネラルですね、それが豊富に含まれているお塩を選ぶべきです。お塩を選ぶべきで、私がお塩の中で絶対に買わないものは四膜糖化って書かれているものですね。これは買わないようにしてます。これちょっと難しいですけど、裏を見て作られ方っていうのを確認してみてください。工程って言われる部分がありますので、まあ文字が小さいのでね、私こんな話すると、まあこれちょっと話脱線するのでいいんですけど、作られ方っていう部分でイオン膜透過って書かれてるものは良くないです。これはナトリウムが 99.9% 含まれているものがすごく多いので、あんまりおすすめはしません。そうではなくて、平釜とか天日干しみたいな感じですね。そんな形で作られているお塩を選ぶべきなので、そこだけ注意していただけるといいかなと思います。平釜。こんな風に書かれてます。天日とか。こういったお塩を選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。これ普通にスーパーに売ってますので、わざわざネットで買わなくてもいいですから、スーパーで探してみてください。それを探す能力と、考える力っていう部分があなたの健康を作っていきますので、ぜひこんな感じで考えていただければと思ってます。ちょっと補足説明ですね。お塩だけ分かりにくいなと思ったので、今日はお伝えさせていただきました。ぜひあなたもこんな感じで、美味しいご飯を食べながら、より健康になっていただければと思ってます。まずいものをいくら体に良くてもですね、まずいものを食ってても幸せじゃないですよね。そんなんしょうもないので、どうせなら美味しいものを食べて元気になっていただければと思います。本日の話は以上です。いいなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録とかもお願いします。本日も動画をいただきありがとうございました。